ビオラバスタルダは16から17世紀にかけて主にイタリアで使われたビオール族の殺言楽器。16世紀後半の音楽の演奏においてアンサンブルの中で装飾を加えていくうちに書かれたセ部ブから離れて自由に演奏する傾向が生まれこのような演奏をアラバスタルダと呼ぶようになるがその中でリュート、ハープと並んでビオラダガンバが 主導的な役割を持つようになり、この用途のために使われたビオラダガンバがこのように呼ばれるようになったと思われる。16世紀半ば過ぎに演奏が名人芸的な方向を目指すようになると、このような演奏のために標準以外の大きさの楽器が作られるようになり、さらに16世紀終わりには音域を広げて、さらに華やかな演奏をするようになって特殊な長弦をされた。 テナーでもなく、バスでもなく、ちょうどその両者の間の大きさの楽器として、ビオール族の中でも特別なカテゴリーの楽器として、独立する。ビオラバスタルダは、声楽と共に演奏する、コンチェルト・コンチェルト、つまり、通奏低音の楽器群の中で使われたり、独奏では主に即興演奏や、有名なマドリガーレなどをもとに、 ジャズのスタンダード曲のようにインプロビゼーションして演奏する間取りがあるポッシジャテなどによく使われたようである。即興性の強い楽器だったせいか、残された楽譜は多くない。ありがとうございます。